さあどうもこんにちは、ダイダラです。さあ今日はね、ウルトラビーストの2匹目フェローチェっていうのをね捕まえたいと思います。フェローチェがね茂みの洞窟になんと4体もいるんですよね。4体って結構しんどいんだよね。で、今回とりあえず4体のね、シンクロケース用意してきました。特性シンクロによって、同じ性格のフェローチェが出てきやすくなるという形なんです。ですので今回私は無邪気、おっとり、やんちゃ、いじっぱり、この4種類のねフェローチェを今からゲットしたいなと思います。なのでまずねケシー瀕死にしましょう残酷なことを私今からしますので、皆さんね目をつぶっててください。仕方がないんだ仕方がないんだ、分かってくれ、理解してくれ。はい、ということで今から何だっけ、大体俺いつもねケシーを瀕死祭りするときはこれビビリ玉をひたすら使って、まず300円かかるんですけどね、ひたすらこうやってねやられてくれるのでひどい言い方ですけどやられてくれますのでね、こうやってどんどんと4体とも全部瀕死に追い込んじゃいましょうね。一回ビビリ玉使うとこんな風にね効果がなかったってことでターンを消費してくれるんですよ。すごい便利ですよねこれ。よし4体これでも冷静に考えてみたらこれ血も涙もねトレーナーだよな俺ね。いけケーシーって言ってやられるのをひたすら待つっていう、さ我慢されたね、ちょっとめんどくせえな。よし、さ噛みついてくれた。さあこれで3体目やられてましたね。次使いましょう。さあラストです。このケーシー使って、でケーシーをねやっつけたらフェローチェは厳選タイムに入りましょう。フェローチェはね簡単でね目覚めるパワーとかそういうのはいらないので性格だけ一致すればいいんですよ。なのでそんなに苦労することなく終わるんじゃないかなっていうふうに若干思っております。よし、じゃあとりあえず逃げましょう。はい、それでは今から茂みの洞窟まで空を飛びしましょうか。フェローチェで、なんだろう、ウルトラビーストね、フェローチェはね、4体捕まえられるっていうのがね、ほんとね、ありがたいんだけどめんどくさいよね。俺、性格何にしようかなって言うて、すげえ悩んだんだけどね。で、悩んでて、俺どうしようかなと思って、ツイッターで検索したら、みんな悩んでんの。何がいいのって。まあ、とりあえず素早さ上がるのと、なんだろう、全部上がるの、一個ずつ。全部ちょっとずつ上がるのをね、で選択しておけば、とりあえずいいんじゃない、素早さ、攻撃、特攻、ね、あたり、伸びるやつかな。すいません、俺、場所がわかんねえ、洞窟。さて、やってきました、茂みの洞窟。島巡りの試練の場ですね。行ってみましょうか。ここ最初のね、イリマさんの試練だったよね。イリマはいりませんっていう。で、この洞窟内を。あ、やべ、いきなり出てきちゃった。セーブしてない。そう、こいつですね。なやこいつ。ねえ、白い G って感じでしょうかね。ちょっと、見た目のフォルム、あんまよろしくないです。いや、これ好きな方ごめんなさい。さて、ちょっとセーブしなかったので、もう逃げちゃいましょう、一回。バイバイ。ま、ウルトラビーストは、倒しても、逃げてもいいんですよ。ですので、特に気にしないで、行きましょう。さあ、まず一匹目。戦闘のポケモンの性格。無邪気。ってことで、まず無邪気のね、性格の、ね、フェローチェ、狙っていきましょう。な、名前が一緒、お、うんってなっちゃうけど。フェローチェ狙っていきましょう。頑張りましょう。無邪気か。まあ、パン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 と捕まえて、4匹連続でね、パンパンと捕まえて、もう、そこ出てきてほしいよね。よし。これね、よいしょ。なるべくケンタロス乗ってた方が、すごい、野生のポケモン出てきやすいよね、やっぱ。負荷の時、一歩、ケンタロス一歩歩くだけで数歩歩きってことに判定になるらしいからさ。それと一緒で、野生のポケモンが超で安いのかな。まあ、とりあえず、やっつけましょう。さて、フェローチェ。
フェローチェって何タイプなんでしょうね、こいつ。ねえ、俺知らないんだけど。虫？虫だったら、なんでもいい？じゃあ、シャドウクロしてみるよ、一回。一発で死ぬかな？あ、でも、フェローチェってすげえ防御低いんだよ、確か。あ、よかった、耐えた。よし、じゃあ投げちゃいましょうか。ウルトラボール、ウルトラボール、ウルボー、ウルボー。それ、ウルボー投げなきゃ。えい。ウルボマンです。ウルボマーン。ウルボはね、ほんと、全部捕まえやすくて、すごい便利ですよね。なんかおしゃれだし。結構、ウルボでね、厳選してる人って結構いるんじゃないですか、皆さん。ねえ。ウルボって大変ですか？さて、見てみましょうか。フェローチェ。ドドドドドーンと到着でーす。はい。じゃあ、性格何だったっけ？俺狙ってたの。忘れちゃった。はい。じゃあ、フェローチェ。で、通信見てみましょう。性格が、ドン。無邪気。あ！いきなり出ましたね、無邪気。性格1でーす。やりましたね。攻撃見てもらった、ステータス上画面見てもらったら分かると思うんですけど、やたらと、特攻と攻撃力と素早さが異常に速いんですよね。サンダースとかよりも速いんだよ、ほんと。はい。ということで、1匹目は完成です。じゃあ、このままちょっとね、次2匹目いきましょうか。あと3匹、頑張るぞい。はい、じゃあ、次はおっとりした性格。ね、2匹目捕まえていきましょう。ウルトラビーストはね、使う使わないは置いといて、性格だけはね、このシンクロ形式っていうのを使って、整えてた方が、やっぱいいですよね。皆さんもね、これちょっと、なんだろう、ポケモンのことよくわかんないって人も、ね、俺と同じくいっぱいいると思うんですけど、俺もね、全然わかんないんだよ、ポケモンは。いや、全然ってことは、結構わかる。結構わかるけど、細かくは知らないんでね。でもそういう人でも、まだポケモン全然わかんない人でも、とりあえずシンクロ形式っていうのを捕まえて、多少なりともね、性格だけでも合わせておくと、今後、使えるかもしれませんので、ぜひとも、揃えてみてください。よし、それじゃあフェローチェ行きましょう。2匹目だ。次、おっとり。おっとりんかな？あ、なんかおっとりした顔してない？こいつ。わかんねえな。オッケー、シャドクロー。でも、シャドクロー一発、なんだろう、耐えてくれんの、嬉しいね。てか、やっぱ素早さ早いでしょ。ミミッキュって相当早いはずなのに、それよりもね、かなり上から来るからね。地図投げましょうか。大体、ウルトラビーストって、黄色ぐらいになると、大体捕まるんだよね。捕獲率、ウルトラボールが高すぎるんだろうけど、女さんは。はい、ということで、フェローチェ2匹目ゲットでーす。やべ、これあっさりいっちゃうな。ウルトラビーストはね、全部で5個いるんだっけ？ 3 限定とムーン限定がいますのでね。本当はね、この、3の人はね、フェローチェ出ないんだよね。フェローチェ。交換する？マッシュブーンくれよ。陽気！あー！陽気かー！でも陽気でも、でも、無邪気出たからなぁ。リセします。よし。さあ、フェローチェ、改めて掴めました。まあ、シンクロの確率はほんと 50% だから、2回やれば大体、大丈夫なはず。50% っていうのは前までなんだけど、今作が50かどうかわかんないんだけどね。さあ、見てみましょうか。ワンバク、リセします。さあ、3回目の正直。来てくれよ。頼むぞ。やんちゃ！あ！やんちゃ？狙ってたのと違うんだけど、やんちゃもちょうど作ろうと思ったんで、オッケー、採用でーす。オッケー。さあ、やんちゃができたね、これで。ボックス送っちゃおう。さあ、これで今、無邪気と、やんちゃができたって認識でいいのかな？多分そうだよね。多分そうだよね。今、先頭にしてたのって、おっとりなんだけどね。おっとり出なかったね。オッケー、まあいいや。じゃあ次また、おっとりにやっていきましょう。オッケー、3匹目も捕まえてきました。ちょっと見てみましょうか。今度こそおっとりがだいいな。はい、おっとりよーしよ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 し
それがこれで今のところ、無邪気、やんちゃ、おっとりの3匹捕まえることができました。さあ、残ってるのは、あ、なんだっけ、いじっぱりだったっけ、ちょっと見てみようぜ。これだったかな、いじっぱりは。いじっぱり。よし、さあ、このいじっぱりの、ケーシーを先頭にしてね、最後の1匹、いじっぱりのフェローチェ、捕まえましょう。よし、さあ、これが、最後のフェローチェになります。こいつ捕まえてね、さっさと、終わらせましょうか。さあ、この最後がいじっぱりだったらね、全然 OK なので、見てみましょうか。はぁ、4匹意外とだるかったな、性格だけなんだけど、厳選すんのって。はい、見てみましょうか。陽気。陽気かぁ、ダメ。さあ、今度こそ、いじっぱりが来いよ、マジで。来いよ、もう嫌だよ、俺。勇敢ダメチェック頼むこれで終わりインブルルルルルルンパクおおもう完全無心でやってたら出たわいじっぱりさ最後の1匹がようやく出ましたこれで厳選終了長かったね意外とかかったよ最後の一匹だけで30分かかったよ。さて、すべての UB、捕獲に成功、ハンサムに報告に行こう。OK! じゃあ報告行きましょうか、今から。疲れたね、マジ。どこだっけね、もうなんか、すごい時間が経ったのがわかる夕方になっちゃったよ。どこでしたっけえ ?2 番道路でいいんだよね。2番道路だから、もうこの方でいいのだよね、普通に。ホテルが、モーテルでしたっけ?モーテルに今から行きましょう。キッズよ。通してくれ、私を。キッズよ。こっちダメなんだっけ、確か。これ、草むら通りたくないんだけど、俺。待って、ほらほらほら、もうこれ、ガッカッじゃあ、モーテル入りましょうか。もう捕まえだよ、全部。もう疲れたよ、マジで。捕まえだよ、もう。どう?素晴らしい、やったじゃねえか、ボス呼び戻そう。ね、ボスどうよ。褒めてよ、俺を。どや。フェローチェ。捕獲、保護した UB のデータを本部のピッケザに。転送完了。お疲れ様でした。ビューティーことフェローチェの謎も解明されるはずです。フェローチェどっかで使えてよな、なんか攻撃特攻特化で、両刀で、まあ、素早さ超高いっていう。どうした、リラちゃん。どうした、ボス。大丈夫です。今回は少し数が多く追い回されたので、おい、何かしたの?何もしてないでしょ。大丈夫です。じっと見ないでください。ああ、すまん、すまん。お二人ともお疲れのはずです。これからどうしましょうか。ひどい疲れとなれば導かれる結論は一つだ。飯食いにごつ飯。それはごちそう。任務達成を祝い。今度こそ食べるしかあるまい。ね、こちらにはバトルバイキングといって、たらふく食えるレストランがある。またどうしてお店をご存知なのですか?たまたまだぞ。たま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 。なしじゃないぞ。とにかく混む店らしいし、届く先によく行ってくるぜ。これまた予約行ったら底辺だってなんだよね。仕方ない、炭酸さん。口出しさん。昔の彼はとても優れた警察官でした。そう、かつてハンサムさんと並ぶほどの腕利きで、私がこうしてここにいるのもあの人のおかげなんです。口出しさんってなんかあったのかな?今、もう、ぐーたらおじさんだけど。底辺だ!あら、ハンサムさん、またお早い戻りですね。もしかして。その通りだ、ボス。新たな指だ。今度はアーカラ島だ。ごちそうお預けだ。あーからかすぎ。次なんだろうね。了解。直ちにあーから行きましょう。エッサボス。さあ、以前のモーテル。あ、また以前のモーテル?オッケーオッケー。さあ、大体楽も急げよ。8番道路だ。了解でーす。ちょ、めんどくせえよな、ほんと。さて、みなさま、今回はこれで終わりにしましょうか。今回はね、頑張って使いましたね、4匹もフェローチェ。
じゃあ次回また新しいね、ウルトラビースト捕まえたりとかなんかしたいなと思いますので、ぜひともまた見てください。おつっぽいよ、じゃの。疲れた。